いやー、マジで。知ってる？これ流れ星流れるの知ってる？はい。で、俺思うんだけど、流れ星がよくさ、昔から流れ星流れてる時に、願い事を言うと、願い事叶うって言うじゃん。ですね。で、俺思ったんだけど、普通に生活してて流れ星を見つけるのめちゃめちゃ東京だと夜空はもうすごい明るいから、流れ星なんてほぼ見れない状況なんだよね。まあ隕石みたいなの光っては見れたじゃん。今年何回かさ、あったじゃん、そういう鳥石。そういうのあったけど、なかなかその流れ星見ることもないから、で、これ運転しててさ、わかるんだよね。前向いてんだけど今ね、流れ星流れたなって瞬間がわかるんだよね、この天井で。で、その瞬間に、俺今、こう、願い事をね、言います。こう運転してて、こう、流れ星、まあ、流れる瞬間わかるんだよね。こう。で、その瞬間に、って思ったけど、一回ちょっと止めて、ね。それは良くないんでね、事故したら良くないんで一回止めます。はい、車をここに止めて、はい。OK。で、ちゃんとね、上を見てね。初めて下げるかも、この車こんなに。そうそう。カーセックスとは無縁の男だからさ、こういうことしないからさ、俺さ。うん。あ、この車すっげえんじゃん。カーセックスしたらめちゃめちゃいいんじゃない？今思ったけど。これ、なんか、まあやめとこう。そういう下品なことはやめとこう。品がある車だからね。じゃあちょっとこう、流れ星が流れた瞬間に、今一瞬流れたね。願い事を言いたいと思います。よし。カモン！反射神経すげえ重要だね。カモン。カモン。グラミー賞、ああ。カモン。来い。よし、消えた。今言ったよね。言った。ってことで、そう、これもう今の時点で、もう確実にね、俺はグラミー賞に近づいたと思うんだけど、なんで俺が今日ね、これをするかっていうと、これメッセージなんだよね。俺からの。確実に俺のことをさ、こいつはもう1年でラップなんかやめるよって、最初俺ラップ始めた時言われて、でも2年、3年、4年、5年、ね、今10年以上続けてて。で、こいつはCD なんか絶対出せないよ。全国デビューなんかできないよって言われてても、俺はしたし、ちゃんと信じて自分をしたし。で、お前の音楽じゃ日本のランキングなんか入んないよって言われても、何言われても俺はやるんだって言って、グラミー賞ってものがあるから、全然俺は底辺だと思って。でも気づいたら日本のランキングも入ったりもしてるけれど、でも俺思うんだけど、流れ星、流れたら願い事を唱えるみたいな。それじゃあもう俺遅いと思うんだよね。もう常に、俺の中では、願い事をどんな状態の時でも常に願い事を唱えてる状態なんだよね。もう常に俺の頭の中にはグラミー賞ってものがあって、常にそこを意識してるんだよね。だから例えばだけど、夜ね、寝てても、こう流れ星が流れてると思うんだよね。その間も俺はもう頭の中常にグラミー賞なんだよね。そういうことなんですよ。だから、もう流れ星流れてから願い事唱えるようでは遅い。うん。で、遅かったでしょ？だって流れ星流れてグラミー賞って言ってもちょっと遅かったでしょ、反応が。まあ。だから、今のが答えなの。うん。いや、反射神経いいから多分言えたと思うんだけど、1回、2回ぐらい言えたと思うんだけど。でも、遅いんだよね。もう、常に俺は頭の中でそれがこう意識してるの。うん。だから、どんどん今、ゴールドライフになってきてんだよ。みんなわかるよね。そう、ゴールドライフになってきてんだよ。でも、俺の中では何にも変わらないんだよね。まだまだ目標があるから、みんなはさ、こう、うわ、いいな、すげえな、とか言ってるかもしれないけれど、俺の中で何にも変わんなくて、全くそこの目標に向けて、まだまだやんなきゃいけないこと、たくさんあるし、で、そこに向けて、本気でやっぱりやりたいことがあるから、時にはやりたくないことも、俺は好んでやるし、なんでかってその目標のためには、もうそこ避けて通れない道だから。だから常にその判断をしていく。でもそれは常に願い事を唱えてる状態なんで。だから願いを常にこれは唱えてるから。そう、それをね、今日はね、このね、ゴールドロイスのこのね、天井のね、このオプションで多分200万ぐらいするのかな。そう。この流れ星を使って、みんなに届けたら、多分俺の願い、今日はね、俺の願いがあって、この動画でみんなでもこの思いがね、届いてほしいなっていうのが俺の願いなんですよね。はい。ということで今日はね、このゴールドボイスの流れ星を使って、願いについてね、今日はこれ、すごいシンプルなメッセージなんだけど、すごく重要。なんでかって言ったら、この人間っていうのは、この大宇宙と共存してるんだよね。で、宇宙っていうのは、これすごい大事な話なんだけど、常に進化してるんだよね。常に進化してる。で、人間っていうのは今の時代、もうコロナとかでみんなわかると思うんだけど、一気に時代変わったじゃないですか。だってちょっと何百年前までは、みんな馬を乗ってたわけじゃないですか。で、車なんてほぼ走んない。そう。ほぼいない。ところが今なんて馬で街走ってる人なんて少ないじゃないですか。もう車じゃないですか、みんな。でも、あと20年、30年もすれば、逆に人が車運転してる時代がもうなくなっちゃったと思うんですよ。もう AI によって自動運転。だから一気に世界、進化。だそれは、なんでかって宇宙の進化とともに人間もその進化とともに共存しなきゃいけない。だから常に進化を止めちゃいけないっていうのが、俺個人の理念でもあるんですよね。すごい。そう、ショーの理念っていうのはこの大宇宙の進化とともに共存するんだっていうのが俺の理念だし、だから、ショーって何のスタイルなのとよく言われるけど、スタイルなんかないんだよ、俺にとっては。この大宇宙の進化に俺は貢献しようと思ってるから。まあ流れ星からこんだけ話広げたけど、ちょっとね、今日はそういう理念なんかもね、一発話したいから。だからやっぱそういうことなんだよね。はい。ってことでね、俺のことをやっぱ今後もね、応援していただける方たちだったりとか、一緒にね、俺とグラミー賞取っていこうって、このショーのね、YouTube 見てる人たちは、この大宇宙の進化と共に共存して、共に進化していきましょう。